人々はどのようにしてその小さなハンディカムを作ったのか私に問う。私はまず正しいサイズを見つけることだと人々に答える。そして私はヘッドエンジニアにそれを作るように伝える。過酷な努力の末、数ヶ月後にヘッドエンジニアはそのプロトタイプのカメラを私に持ってくる。私はそれをテストする。もし泡が出てくるようなら、私は彼に言う。そこにはまだ空間がある。もっと小さく作りなさいと。